グローバル X 大好きな皆さん、こんにちは。7月もですね、カバードコール ETF の分配金速報が出ましたんで、まとめ動画作ってみました。早速ですけど行ってみましょう。今回はいつものように分配金情報、そして利回り状況を紹介しつつ、最後にさらっとですけども、ついに登場、日経225のカバードコール ETF、簡単にご紹介したいと思います。このチャンネルでは毎月分配型のカバードコール ETF の分配金情報とか人気の高配当 ETF の分配金も速報を出しております。まとめて全体像を見てみたいなっていう人、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。4月はですね、相場全体も結構良かったんで、分配金を含め資産が増えた人も多いかと思います。結論としてはこんな感じです。まあいつもですね、一応 YOY という形で前年と比べてるんですけども、今回もやっぱり XYLD、XYLG、あとは JEPI なんていうのは前年同期比かなり増えてますね。一方で RYLD や QYLG、QYLD っていうのは前年割れっていう感じになっております。全体像としてはまあこんな感じでですね、今年に入ってからまあ大体似たような分配金が各 ETF 続いている状況です。前年同期比の分配金の増配率等がこんな感じになっております。まあ、細かいところはですね、一度停止ボタンでも押して見ていただければと思います。グラフで見ると各 ETF こんな感じになりますが、毎月分配なんでちょっと細かすぎてあんまりピンとこないかと思います。QRMI とか XRMI、JEPI、RYLD というのもこんな感じの推移をしておりますが、この前も動画で聞かれたんですけども、こういったカバードコール ETF、どのようにして分配金決まってるんですかというところ。まあ結構ね、複雑と言いますか。ややこしい言葉が出てくるんで、意図的に避けていたんですけれども、分配金の条件というのは、オプションプレミアム、コールオプションを売ることでですね、得られるものなんですけれども、これが NAV、ネットアセットバリューの 2% を超えている場合ですと、上限を 1% として分配金が決定される。これが QYLD とか XYLD の分配金の決定方法になります。QYLG ですとか XYLG だと半分ですね。NAV っていうのはバランスシートの資産から負債を差し引いた純資産総額を足します。こいつですね。これをさらに発行済みの口数で割ったものが基準価額になります。で、この基準価額の 1% をリミットとして分配金が決定されるということで、18.47 ドルっていうのが現在の QYLD の基準価額になるんですけど、今回の QYLD の分配金というのは 0.1813 ドルということで、おおよそですね、基準価格の 1% が出されてます。ほぼほぼ想定通りといえば想定通りです。ただ、こういう細かいとこ見たって、僕らがどうこうできる話ではありません。僕たちみたいな雰囲気投資家は、あ、増えた、減ったっていうので軽く一喜一憂するぐらい。で、あとはですね、これで何使おうかな、その先のことを考えるぐらいでいいんじゃないかなと僕は思ってます。まあそういったところを踏まえてなんですけども、利回りですとか株価情報を見ていきましょう。高配当 ETF はやっぱり下落したタイミングで自分が目標とする利回りに向けてですね、うまくスポット買いしていくことがやっぱり必要になってくると思います。そのスポット購入するにあたってのですね、参考になればと思い、今年のですね、分配金を一旦合計するとこんな形。じゃあこれをですね、12ヶ月分に換算し直したときに、あの時に買ったら、利回りどれぐらいで運用できてるのかなっていうのを見てみましょう。QYLD はコロナショック暴落直前に買ってたら利回り現在 9.59% になります。暴落の底で変えてれば 12% 超えになりますね。そしてかなり落ちてるとこなんですけれども、現在ですと18ドル。利回りとしては 12% 程度というめっちゃ高い値になっております。XYLD の場合ですと分配金順調に増えてるんですけど、価格はですね、そこまで落ちておりません。利回りとしてはですね、現在で 12.6% ぐらいです。そして QYLG、こちらは半分トリプル Q を持ってますんで、価格の下落幅は QYLD よりも大きくなります。その分逆にですね、この7月くらいからの価格の回復も素晴らしく、現在利回りとしては 6.17%、XYLG についても同様で 6% ぐらいになります。そして QRMI、これはリスクマネージドインカムと呼ばれておりまして、プロテクティブネットクレジットカラー戦略というものをとっております。なんだそりゃって話なんですけれども、ざっくり言うと大幅な下落リスク、これを軽減することが目的になっております。ナスダック100の 5% アウトオブザマネーのプットオプションを買います。それに加えてですね、さらにナスダック100のアットザマネーのコールオプションを売ることで、このカラー戦略を構築しています。QYLD みたいに価格上昇を放棄しますけども、価格の下落についてもですね、防いでくれるという、そういった ETF になります。では具体的にどういったところで価格の下落を防いでくれているのかっていうのは、後からちょっと他と比較して見てみましょう。利回りとしてはですね、QYLD に比べてオプション手数料を払ってるんで、ちょっと利回りは落ちてしまいます。現在ですと利回りは 8.34% というところです。そして同じように XRMI。こちら今、利回りが 11.71% になっております。そして、ダウ工業株30種平均。これのカバードコール ETF である DJIA。こちらは最近登場した手なんですけども、利回りとしては 10% 弱になっておりまして、ラッセル2000。これのカバードコール ETF である RYLD は、現在利回りが 12.5%。最後に、こちらはですね、グローバル X ではありません。JP モルガンアセットマネジメントが提供している JEPI。こちらは現在利回りが 10.45% になっております。こんな感じでたくさんの ETF、利回り状況を紹介させていただきましたけども、価格としては今 QRMI が登場してからはこんな感じになっております。登場してからですね、相場本当に大きく下落しております。ただ、6月の中旬で下落が一旦落ち着いて、QQQ については大幅に回復、15% ぐらい回復してますかね。ここまでの幅ではないですけども、QYLG も回復、QYLD も少し回復。ただ、QRMI についてはですね、横ばいが続いているっていう状況です。ただ、この QRMI なんですけども、ここ見てください。他が大きく下落しているタイミングではそこまで下落してないんですね。これがさっき言ったリスクマネージドインカム、クレジットカラー戦略の効果です。逆にですね、ただ、こうやって大きく上昇している時も出遅れちゃうというところもありますので、こういったですね、変動幅をいい意味でも悪い意味でも小さくしたいというところ、しっかり受け止められる人には向いている ETF だと思います。同様に S&P500 のカバードコール系も見てみましょう。リスクマネージドインカムっていうのは暴落幅がですね、5% ぐらいを超えてこないと効力が出ないんで、XRMI は QRMI ほどです。下落抑制効果っていうのが出ておりませんでして、結果としてですね、この上場してからなんですけども、QYLD に比べて株価リターンは下回っている状況になります。ラッセル2000ですね。連動 ETF が IWM、iShares ラッセル2000 ETF になります。小型株なんで S&P500 に比べて下落幅が大きかったりします。RYLD もやっぱりカバードコール戦略の性質上、分配金が高い分、こういった大きな値上がりの部分がですね、ここまで恩恵を受けれないっていうのは性質としてしっかり理解しておきましょう。あとは QYLD、XYLD、RYLD の3つを比べてみると、やっぱりですね、この年明けからは金利の上昇、インフレ、そういったところがあって、ナスダックが大きくダメージを受けてたんで、QYLD が一番下落はしているという状況になります。さっきの JEPI を加えてみるとこんな感じになります。JEPI の8割っていうのは、ファンドマネージャーが S&P500 の中で、ボラティリティが小さい、変動幅の少ない銘柄っていうのを独自チョイスしてきてますんで、そういったところが生きてるのかどうか、JEPI 年初来、他よりもかなりリターンが良くなっております。この時点で下落幅がちょっと他よりも小さいのももちろんですけども、この6月の中旬からの回復っていうのが素晴らしいですね。今月については、カバードコール ETF、大きなですね、変化っていうのはなかったと思います。ただ、来月以降、どんどんとですね、ナスダックの相場が回復してくるんであれば、QYLD の分配金額も戻ってくる可能性は十分あるんじゃないかなと思っております。分配金情報はこれぐらいになっちゃうんですけれども、今回はこちらの ETF を一つ紹介させていただきたいと思います。グローバル X 日経225カバードコール ETF プレミアム再投資型ということでですね、ついに登場。グローバル X が日経225のカバードコール ETF を作ってきました。こちらがですね、登場したのが7月の29日、東証に上場ということで、配当は年2回になっております。連動指数が日経平均カバードコール ATM インデックスというものになります。日経平均株価に比べるとトータルリターンとしてはかなり下回っておりますけれども、震災が起こって日経がですね、ちょっと横ばいだった時期とかで見ると、日経平均を上回るようなものになります。どうしてもトータルリターンでは負けてしまうんですけども、日経平均が伸び悩むような時期、日本が大不況のタイミングっていうのでは、ちょっと日経を上回ってくるかなっていうところです。こういった時の逃げ道の選択肢としては、一つありかなというところですが、ただこちら、投資信託協会の規則により、オプションプレミアムは分配できないため、再投資しているようです。さっきのファンドの名前にもありましたね。プレミアム再投資型っていうことで。じゃあ、分配金どうしてるのっていうと、日系企業からの配当を年2回分配金として出すということを一応言われておりました。今後ですね、分配金情報等また見ていきたいと思います。カバードポールの戦略としてはこんな感じですね。オプションプレミアムと株式の配当金、値上がり益は放棄してますよということです。YouTube でもグローバル X の社員の方がこの ETF について基本的なところを解説されてますんで、よろしければご覧になってみてください。そして、私事なんですけれども、母が XYLD を購入しました。僕はまだグローバル X のカバードコール ETF1 個も購入しておりません。詳しくはですね、過去に紹介した60歳投資大作戦っていうですね、動画見ていただきたいんですけども、母親がですね、ちょっと配当金欲しいな、みたいなことを相談を受けたんで、とりあえずですね、JEPI と VYM と XYLD を今合計で100万円弱ぐらい購入しているというところです。年間10万円配当を目指して、うちの母が60歳から動き出しました。さて、今回のまとめとしてはですね、先月と大きく変わりません。ただ、年初からの相場の大きな下落っていうのは一旦落ち着いてますんで、ここからですね、今までの6ヶ月、7ヶ月とはまた違った動きが見られてくるんじゃないかなと期待しております。まとめとしてはもういつものような感じです。ただ、相場は底打ち感。QYLD シリーズの反撃に期待しましょう。そして我が家もグローバル X フォルダーになりました。分配金がもらえる喜び、実感してもらえればと思っております。またですね、こんな内容を取り上げてほしいなとか、こういうシミュレーション検証やってみてみたいな要望ありましたら、チャレンジしてみたいと思いますんで、よろしければコメント欄にでもご要望いただければと思います。それではまた次回の動画で会いましょう。ご清聴ありがとうございました。